千里眼シリーズは日本の小説家松岡圭介が1999年6月に小学館より刊行しベストセラーとなった千里眼より始まる一連の千里眼作品群のことである。今シリーズは臨床心理士で元航空自衛官の三崎美ゆを主人公としたミステリーエンターテインメント作品となっており、 今までに累計600万部以上を売り上げる人気を誇っている。著作が文庫化したり、版を重ねたものには過失、修正をし、読者を飽きさせないものになっている。松岡は自身のホームページにて、なるべく新しい版のものを読んでくださいと述べている。小学館文庫版は12作で一旦完結。これをクラシックシリーズとして角川文庫で再発売する際、 初期作には内容に大きく手を加え、完全版と名打ち、さらに一部作品は新作と入れ替えて刷新した。角川文庫の新シリーズは、このクラシックシリーズの続編。催眠シリーズの佐賀利也や、青い瞳とニューアージュシリーズの一の聖エリカが登場する作品もあり、他シリーズと登場人物がリンクしている。2000年には、麻生学部監督、水野美希主演で映画化された。 10周年記念である2009年春には著者監督の元撮影された映像版チサト里眼キネシクスアイが完成。もともとは映像を可見用に制作されたパイロット版で非公開の予定だったが期間限定商品として本と DVD がセットで販売された。さらに映像版は CG カットをリニューアルし東映ビデオで2009年10月9日にレンタルリリース。 2009年のキネシクス・アイ小説版では、さらなる続編への伏線が張られ、しばらくシリーズの観光が中断していたものの、2021年4月、チサトガンの復活で再開。観光は再び、角川文庫。その続編の、チサトガン、ノンイコールクオリアの終焉告知以降、令和チサトガンシリーズとされるようになった。アウンダ競争の指揮のもと、日本転覆を図る。 カルト教団。表向きは世界各国に使者を持つコンサルティング企業だが、その実態は心理学を駆使した先導で物証を残さないプロ集団。故に FBI や CIA でも全く手が出せない。心理学や脳医学など、あらゆる医学に精通し博士号並みの学力を有する科学的研究のエキスパートたちの集まりであり、 全知全能の知識と実行力によって歴史を操る闇の組織。近代科学から古代の歴史まで全ての学問を網羅している。最先端の渋谷から秋葉のオタクまで知らないことはない。複数の企業に分かれてグループ化しており、代表的なものにクローネンバーグエンタープライス、マインドシークコーポレーション、イリーガルファンクショングループがある。小学館時代も、 単行本から文庫化の際に大幅な加筆修正が行われていた。単行本が徳まで発売された千里眼の瞳は、小学館での文庫化の際は、メフィストの逆襲、三崎美幸の2冊に分けられ、単行本では登場していなかったダビデが初、登場するほか、単行本で描かれなかったその後も加筆された。千里眼のマジシャンも単行本。 文庫化の際に設定が大きく変更され、マジシャンシリーズの登場人物の境遇や設定、テロリストの設定が丸ごと変更されている。小学館文庫は第一作観光時の1999年に舞台を設定した旧作シリーズであり、今後随時観光される新作とはつながりを持たない。これは登場人物を共通する催眠シリーズ、 マジシャンシリーズ、青い瞳とニュアージュシリーズについても同様である。小学館文庫もそれぞれのシリーズでつながりを持たせているものの、佐賀が映画版の佐賀になっていたり、他シリーズの主人公との兼ね合いや設定が一部パラレル化していた。クラシックシリーズ観光以降は設定上の精子と、呼べるのは角川文庫発売の全作品となり、他シリーズとのつながりも整理され同一の設定へと、 統一された。小学館文庫と角川クラシックシリーズでの変更の度合いは一作目から千里眼の瞳完全版までは大半が設定変更や未登場だった登場人物をあらかじめ登場させるなどの変更。これに伴うストーリー展開の変更が大幅に行われているが、小学館文庫でもある程度設定がまとまってきていたマジシャンの少女以降は、 変更が小規模になっていき、目立った変更や過失はほとんど行われていない。当版のデータによれば、出版契約終了につき、随時絶版とのこと。小学館文庫版を大幅過失、修正し、完全版として発売。クラシックシリーズの続編という位置づけ2000年6月10日、公開。工業収入は1億9500万円。 キャストスタッフもともとは再映像化検討用に制作されたパイロット版で公開の予定はなかった。シリーズ10周年記念として同名タイトルの小説単行本に DVD を封入式間限定発売された。当初のタイトルはターンにチサトガンだったが後に CG カットを刷新し DVD レンタル版の発売が決まりタイトルもチサトガン、キネシクスアイになった。 なお内容は、原作の、ちサとガン・ザ・スタート他を元にしたものであり、小説版、ちサとガン・キネシクス・アイのストーリーの映像化ではない。2009年9月12日、SBS 静岡放送で、CG リニューアル版が放送。キャストスタッフ、ありがとうございます。